ウェアロビアって絞ると空手になるんだ。もうちょっとキュッといくんですよね。風が強まる。本当すごい上手。風が強まる。下に落ちる時だけでもいいんです。結構辛い体勢だよ ね。なんか腕筋肉痛にね。あーっていう自信あるな、もうちょっと風あれば浮いた段階で飛ぶから、あ、風あるだけであれなんですよ。本当はここまでみんなに覚えてもらう。あそれでは下にシギモのシガネはダメだって。怖い怖い、お金してプールの中でやんなきゃだ。この時も、はい、膝伸ばしてやっちゃうと、ポイント、うん、より背筋使っちゃうんですよ。あ、腰落としてあげた方がいいんですよ。その方が背筋に優しいんですよ。なるほどね。あとはこうやってもう自分の体動かしちゃっても、うん、すごい、いろいろそんな、すでに頭を早い考えて大変だね、それも。確かに動きがもう、富士さん動きが最初と変わってる。いいと思います。いいと思います。あと大きいのはもう一個別のと身があるので、はいはい、これはミーという道具です。昔、なるほど、この辺の取れた皮とかで、はい。